ブライミン・キプロプ・キプルトは、ケニアの陸上競技選手。2004年アテネオリンピック、2008年北京オリンピックに出場し、2大会連続のメダルを獲得した選手である。リフトバレー州、軽予県出身。キプルトは主に3000メートル障害で活躍している選手である。2001年の世界ユース陸上で2位となる。2003年に高校を卒業。 同年のアフリカジュニア選手権で再び2位となる。2004年の世界ジュニア選手権では1500メートルに出場し、銅メダルを獲得。同年のアテネオリンピックのケニア代表選考では、3000メートル、障害で2位となりオリンピック出場権を得ると、アテネでもエゼケール・ケンボイに次いで銀メダルを獲得。銅メダルのポール・キップシレ・コエチと共に、ケニア勢で表彰台を独占した。 翌2005年のヘルシンキの世界選手権で銅メダルを獲得し、さらに2007年の大阪の世界選手権では金メダルを獲得し、初めての世界チャンピオンとなる。2008年の北京オリンピックのケニアの3000メートル、障害の代表に2大会連続ケニア代表に選ばれると8分10秒34で金メダルを獲得。オリンピックチャンピオンとなった。キプルトは、 現在、ケニアのエルドレッド近郊のキプタガットにベースを置いてトレーニングを行っている。ありがとうございます。